連休明け、今日の東京株式市場の日経平均株価は上げ幅が一時600円を超えました。終値は連休前の2日と比べて599円3銭高い3万8835円10銭でした。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会による利下げ開始が遅れるという懸念が弱まり、連休中のアメリカ株式市場が上昇傾向だったのをプラス材料に買い注文が膨らんだ形です。